エクシーズモンスター使うと動画全然伸びない理由です。さあ本日なんですが、皆さん新しいパックとか結構向いてますかね。最近やっぱエクシーズっていうね、この黒いモンスターが登場しまして、まあちょっとね、離れちゃった人結構多いんじゃないかなと思うんですよ、デュエルリンクスを。なんか向いてみたけど強くないとか、なんかわからないとかね、そういう人結構多いかなと思ってて、で、ちょっと今日からですね、始めていきたい企画なんですけど、全然ね、そんなのわかんなくたって、大丈夫ですよと。昔のデッキだって十分強いんだよ、今リメイクしたらこんなに強いんだよっていうのね、まあ知らしめていきたい、救済企画みたいな感じですね。過去の環境デッキを再び輝かせるっていうね、そういう目的でちょっと動画を作っていこうというふうに思ってましてですね、一発目はみんな大好き六部衆、めちゃくちゃ強いです。僕はこれキング隊でそのメンバーの限定の配信で使ってたんですけども、10連勝ぐらいしたんですよこのデッキめちゃくちゃ強いですよね。六部衆ってやっぱねパワーで、ね、そう落ちてないんですよね。やっぱこの罠環境だったっていうのもあるかもしれないですけど、そのトラップが強い環境っていうねのがあるかもしれないですけど、やっぱねこれね先行理不尽めっちゃ強いです、新六部衆支援。まあ、もちろんねリミットがきつくて道場2枚入れると縁日入らないとかまあいろいろあるんですけど、まだまだ全然強いと。で一応ねズババジェネラルっていうねこのレベル4のモンスターかける2で出してで手札から戦士族を装備してそいつの打点分上がるっていうこのねエクシーズモンスターも意外と強いんですよこれ。でしかもこれみんなタラでもらえるんだよこのモンスターが。なので結構ねまあそういう意味でも強化はされてるのかなと。で、まあ、今回の構築は、もう先行理不尽頑張りしてるんで、もう先行絶対支援立てたいと。ってことで、道場を、2枚積んでるんですが、まあ、基本的にはこれ道場1枚で、エニシが1枚入ってる方が多いかな。基本的にはね、エニシっていうのはこの、バウンスマン。これね、これリミット2なんですよ、このカード。なんですけど、このモンスターを多分1枚入れて、道場1枚にしてる人が多いと思います。僕はちょっと先行、支援6部派二刀流が下すぎて2枚入れてるっていう感じですね。で、相手の盤面を、相手のモンスターね、基本的には除去できないといけないので、前を除去するってこと。こっち後ろにするからさ、このデッキは。なので、まあ、供物とかね、支援の先行者入れとくと、相手のモンスター除去できるんで、まあ、こういうのは呼吸トスとかね、処せるんで、やっぱね、呼吸トス出されると、6部衆デッキってほんと何もできないんですよ。だから出させないっていうプレイングをしないといけないんですけども、先行で、呼吸ドスがされるともうほんと罪なので、基本的には。なので、まあそういうことがないように一応宣告者、常にとか、あとビヒーマス入れてもいいかもしれないですね。この、ドラゴンバーミリオンのところを。まあそんな感じで、ちょっとね、見ていただければいいんですけど、全然強いんですよ、まだ。まだまだ全然強いんですよ。戦国時代は終わっておりません。六部衆時代の時にデュエルリンクスやっていた方、復帰していただいても余裕でデュエルキングクレーターになれます。ぜひ、デュエルリンクス、もう一度復帰していただきたい。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。さあ本日もボイスは後付けでやらせていただきたいというふうに思っております。さあ召喚魔術をサーチしていくいいでしょう。ハンドはそこまで強くはないんですが、まあ一応ですね道場ありますんで、まあ、レベル4も引ければなんとかなるかなといったところ。さあメガロイドシティを発動。さあロイド召喚獣だ。ロイド召喚獣は本当手を変え品を変え生き残ってきます、ね、生命力強すぎます。あなたたちゴキブリですか、あなたはゴキブリですかと。まあね、そんな簡単にね、いなくならせないとは思いますけれども、召喚獣が今、デュエルリンクス の収益の柱に、あと、呼吸トス厳しいですね。呼吸トス厳しいですよ、このデッキ。あれこれ先行呼吸トス回答あるんですか、このデッキは。あれれ昔の六部衆は先行呼吸とされると全く回答がないと、言われていましたが大丈夫でしょうか。さあカードを1枚セットしてが強そうですね、強そうです。さあ闇のゲームを発動。さあこれは龍選手回答、あキザン来ました、キザンは来ました、まあ、悪くはない、さあ悪くはないが、さあまずはクーマをセットし、まあ、2枚セットエンドでしょうかね、まあ、2枚エンドセットで、さあ2枚エンドセットしてターンを終了していく。さあこれはどういった展開をしていけばいいのか、リュウ選手しっかりと考えていただきたい。さあ闇マリク選手、まあまだ水属性持ってこれま、あ水属性じゃない炎属性持ってこれますんで、プルガトリオでポーンみたいなの結構ありますけれども、あなるほど、そこは一
間分殴っていくっていうパターンですね。さあこれで倍になっていく。あれいいですね、突破してくる。なるほど、いいですか。さあ6部衆影6部衆風魔の効果を発動していく。破壊された場合デッキから6部衆モンスターを特殊召喚して、さあキザルが特殊召喚に成功した場合の効果も発動していく。これで、手札に、まあ、チューナーモンスター、まあ、おそらくチューナーは別にいらないので、まあ、新鋭かなんかでいいんじゃないでしょうか。まあ、道場もありますからね。フィールド上に道場があって、手札に風魔があるんで、ここは一旦、影六部衆、あいつなんつったっけ、名前忘れました。あいつを持ってきた。さあ、闇のゲームさ、後付けでも適当ですよ。後付けでも実況は適当。さあ、おっと、これは強そう。これは強そうだが、さあ龍選手どうするんですか。まずは攻撃表示に変更していく。さあ道場の発動に関してまず1回6部派2通りを打っていこう。まあこれは1回ねさっきのターンにやるべきでしたか。まあとりあえずここで6部派2通りを打ちバックを戻す。そして6部派強力な壺を発動。そして道場も発動。さあ行きましょう。まずは影6部衆風魔を召喚。そして新鋭は出すんでしょうか。さあ考えております。龍選手しっかりと考えていただきたい。さあ新鋭を出すことによって、さあ新鋭を出していく。さあ新鋭を出し、そしてこれによって強欲な壺が発動できるようになったため強欲な壺発動。さあさらに強欲な壺をしていく。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。もういいのか。さあここでどうしていくかといったところですが、さあどうするんでしょうか。おっと、これは回答を見つけたか、リュウ選手。おっと、これは回答を見つけたのか、もしかして新しい6部衆デッキの新エース、6部衆ズババジェネラルをエクシード召喚していく。そしてズババジェネラルのモンスター効果を発動。エクシーズ素材を一つ取り除き、手札の戦一足モンスターを装備し打点をアップすることができます。さあこれは強いぞ、これは強い。そしてキザンを特殊召喚していく。レベル4キザンにレベル1フーマーをチューニング。戦乱生き抜く歴戦の武将たちよ、今ここに一つなりて天下を進める器と汗。新規の召喚、新六部衆支援。そしてスキルを発動しぶん殴っていくということでしょう。さあこれはアレイサー1枚でも突破できる。ズババジェネラル強い、新六強い、新六部衆ズババジェネラル大活躍。さあお相手の方、表遊戯選手よろしくお願いします。デュエルをスタンバイしていく。さあ反動はなかなかに強いぞ。おっと、まさかの、なんだこのミラーは。キング隊でも六部衆を使っている人間がいるとは。貴様やり手だな。あったら反動はそんなに強くないぞ。さあカードを1枚セット。さあ砂時計は光るか否か。砂時計はめちゃくちゃ光っていく。なるほど、ということはまあ二刀流とかではない。さあ支援の道場を発動、さらに結束も発動していきたいといったところ。さあちょっと難しいですね、あの防御を読むのは。今何でもありますね、デモンズチェーンや、サンダーブレイク、因果切断はないか、まあなどいろいろありますね。さあいろいろありますが、そんなこと言っても仕方ないんで六部衆の新鋭を召喚していく。さあ新鋭が召喚に成功し武士刀カウンターが置かれた。さあ支援の道場の効果発動。支援の道場の効果によってデッキから、影六部衆風魔を特殊召喚することができる。さあこれは何人時代のムーブだ、何人時代ムーブだ。かつての KC カップではこのデッキしかいなかった時がありました。このデッキ5割約 50% 2回に1回は六部衆に当たるというすごい環境が生まれておりました当時は。さあここで、ここでおそらく支援を立てていけばもうほとんどあのカードは腐ったも同然なんでしょうか。さあまずはレベル4に1でシンクロ召喚していきたいところですが、あの癖カード、ただし風魔がちょっとめんどくさいんですね。これは少し風魔が若干めんどくさいので、まずは、新六種支援を特殊召喚していく。で相手の魔法トラップは1回止めることができるため、とりあえずあの癖カードそこまで怖くはない。カウンタートラップでない限りは。さあカードを1枚セット、カードを1枚セット。スマホ系が光っていますんで、あのセットカードは、カウンタートラップでは、ありません。さあこれ殴ってしまうと相手特殊召喚されますんでね。さあリュウ選手このままターンエンドするのではないでしょうか。僕だったらそうします。さあどうする、もちろん早態度せえや、早態度せえやあのこれあれだな、後から見てるとすげえイラつくな自分のプレイ。
はよせよ。殴るわけねえだろ、ここ殴らねえだろ。あ、オッケーオッケー、いいだろ、よし、いいだろ。自分にイラついていくスタイル、ちっ、イラっとくるぜこの頃の自分は。さあ、武藤遊戯選手、シンクロ召喚はできるんでしょうか。ちょっと、なるほどですね。特殊召喚は、ここ一回、供物で相手の、この、キザンを破壊してしまうっていうのはあるですね。そして、キザンを破壊してしまって、で、次になんか出てきたら、清掃。はぁ、これはさすがに、新六部衆支援で止めていきましょう。さあ、新六部衆支援の効果で、清掃を無効にしたことによって、キザンが破壊されていく。さあ、そして、相手の手札はあと1枚なので、なんとかし、エニシ墓地には六部衆が1体しかいません。6番二刀流発動、相手のフィールドのカードを2枚選択し、手札に戻すことができます。さあ、これは強力だ。これが六部衆最強ムーブ。これは一体何時代だ。そしてこれは一体何時代だ。そして新六部衆キザを特殊召喚し、そして風魔を攻撃表示で召喚、そして風魔の最強効果を発動していきましょう。バトルフェイズ、そう、風魔は破壊された場合、敵から六部衆モンスターを特殊召喚することができます。さあ、キザルを特殊召喚し、特殊召喚成功時の効果を発動。さあ、これは強い。これはなんという強さ。なんだこのデッキは。そしてここは何年時代だ。六部衆ミラーって5億年ぶりぐらいに確かこの時やった記憶があります。さあ、お相手の方、闇遊戯選手。さあ、一枚甘え展開ですね。そんな甘え展開では私には勝てないということを思い知らせて差し上げましょう。さあ、影六部衆風魔を召喚し、六部衆の新鋭の効果を発動。さあ、新鋭を特殊召喚し、そしてレベル4、まずは2ドローですね。2ドローをしていく。そして、そんなに強くはない、そんなに強くはないが、そんなに強くはないが、ここは一旦ね、道場かなんかを引いていきたいところだったが、さあ、キザンを特殊召喚し、そして、ここで、しっかりとシンクロ召喚を行っていく。さあ、もう見飽きたでしょう、おそらく皆さんもね。ただし、組んでる人も多いことでしょう。まあ、組んでいるとか、まあ、組んでいたですね。組んでいた人が多いことでしょう。まだまだこのデッキはやれるというところも、皆さんにお分かりいただきたい。そんな風に考えています。さあ、まあ、ディスティルドローですんで、まあ、どっちか殴ってもそんなに構いませんが、さあ、とりあえずこれでぶん殴っていく。さあ、バックフードかけ、バックフードかけ、やばいこと起きた。今ちょっと傷の力使わなくてもよかったんじゃないですかね。そして、傷の力使わずにシーンから投げるが正解だったっぽい感じはしましたが、さあ、どうでしょうか。さあ、小脇メールの混合学とかやばいカードが発動されていきました。おっと、これは蜘蛛が腐る匂いがするぞ。おっと、やばすぎるモンスターが、やばすぎるモンスターが出てきた。まずいか、これは。やばいぞ、まずい、来るぞ来るぞ、ユーマ、やばいやつが来るぞ。お前の知らない最強モンスターが、あー、強い、強すぎる。混合格2枚はさすがに犯罪者、さすがに犯罪者来ました。これリンクス、軽犯罪法違反、これは厳しい、これは厳しい。さあ、ウルライトの効果を発動し、さあ、このおそらくトラップを止めるモンスター出てくるでしょう。これで二刀流ケアもバッチリといったところ。さあ、これは厳しい。さあ、あー、まあ、二刀流ないんですけどね、二刀流一切ないんですけど。さあ、闇遊戯選手、これは困りました。さあ、カードを1枚除外して、おっと、マキシマムおじさん来た、マキおじ来た。さあ、マキシマムおじさんの効果発動していく。さあ、セットカードを破壊しようという、さあ、深淵の戦国者っていう最強の最強の魔法カードが割れてしまった。厳しい、これは死者への蜘蛛発動、もちろん自分のモンスターを破壊する。クイマの効果発動しねえよ。強すぎる、この盤面、何時代のデュエルだこれは。龍、お前タイムリープしてね。